今宵の賢人は若手実力派俳優藤原竜也さん。若手といっても15歳でデビューして13年、舞台と映画の主演作は26本を数えます。その才能をいち早く見抜いたのは希代の演出家蜷川幸雄。いろんなものがちゃんと正しく染み込んできて、ちょっといい俳優になりつつあるかなっていう感じがするけど。どうかが見てんだろ。新作映画の撮影現場にお邪魔し、取材カメラを回していると、やっぱどうしても気になっちゃうから、ちょっと垣間見えた演技への強い執念。演劇の聖地ロンドンでの舞台公演にも密着。演じるのは剣豪宮本武蔵。それは天国の劇作家に捧げる舞台でもありました。俺が演劇だよ。俺が全員お芝居。演じることに貪欲な俳優の100日間に密着しました。ソロモン流へようこそ。今回登場するのは数々の舞台や映画で圧倒的な演技力を見せる若手の人気俳優藤原竜也さん。その端正な容姿で女性たちを魅了する一方、個性的な役に次々と挑戦し存在感を放ち続けています。今宵は新作映画からロンドン公演の舞台裏にまで密着。俳優藤原竜也とは一体どんな人間なのか。それではソロモン流スタートです。デビューから13年、10本の映画で主役を務めてきた俳優藤原竜也さん。デスノートがあれば犯罪のない理想の社会が生まれる。2006年前後編2作品が連続公開されたデスノートは大ヒットを記録。チェックメイト。昨年公開されたハイジ人生逆転ゲームでは役作りのため10キロも減量、迫真の演技を見せました。そしてこの日、新たな役への挑戦が始まります。新作映画の撮影初日。まあいつもこんな感じですよ。なんかダラダラと朝方に起きて、初日はね難しいですからね。この秋公開の映画インしてみる7日間のデスゲーム。時給112,000円という謎のアルバイトに応募した男女が密室で繰り広げる究極の心理戦を描くミステリー。そこに総勢10名の豪華キャストが結集しました。メガホンを取るのは映画リングで脚光を浴びた中田秀夫監督。撮影初日の現場はコンビニエンスストアでした。藤原さんが演じるのはフリーターの結城陸彦。ある日嘘のようなアルバイト情報を目にします。時給1,120円。100円。そしてアルバイトを探していた美女綾瀬はるかさん演じる諏訪名翔子と出会います。はい、段取り行きます。はい、段取り。よーい、あ、アルバイトってお詳しいですか？はい、カット。もうちょっとなんていうか、2人の出会いのシーンなんで、少しこうその高揚感がありつつ、ありえないけど彼女とはなんかこうスタートしたいみたいなのもあるし。段取りを繰り返すことで監督の目指すイメージに沿って役を作り上げていきます。はい、では次本番行きます。はい、次も直し本番になります。よーい、が、はい、ちょっと、はい、OK。 2人は初共演。綾瀬さんに感想を伺いました。
すごくやっぱ楽しみにしていて、私もやっぱりあの何でしょう、現場にいる姿勢というか、多分自分にもすごく厳しい方だと思うし、お芝居に常にこういう風に考えられていて、集中力の高さとかすごい感じました。はい、そしたお疲れ様でした。初日の撮影は滞りなく終了。まあ初日はね、まあ面白かったですけど、緊張しましたけど、本当に大体こんな感じですね、いつも初日は。撮影で心がけることを尋ねると、やっぱり中田監督にの、まあ、要求に応えるって言ったら偉そうかもしれないですが、なんだろう、監督と共演者と、なんかやっぱいいカットを撮るっていう、それかな。その手応えをすでに感じているようです。クランクインから半月が経過、ここしばらくはスタジオでの撮影が続いていました。この日の山場はシーン26、最初の殺人が起き、話が急展開する場面です。台本のとがきには結城、入り口の鉄の扉を揺さぶるがピクリともしないとだけ書かれています。上の方から半月の間、監督の要求に応えようと役作りをしてきた藤原さん、このシーンをどう解釈し、どう演じるのでしょうか。リハーサルの段階から熱のこもった演技、やっぱ俺さ、どうしても気になっちゃうから、ちょっと役になりきるためには極限まで集中する必要があったのです。映画のカメラが捉えたシーンがこちら。おい、実験中止だ、こっから出してくれよ。おい、人が死んでんですよ。もう実験は終わりだよ。おい、扉を揺さぶるとだけ書かれていたシーンが、藤原さんが役に入り込むことで扉を壊さんばかりに激しい緊迫したシーンに。藤原さんの演技に中田監督は、僕の要求する、なんて言うんだろう、その表情とかお芝居のトーンって割とやっぱり幅が狭いんですね。こういうジャンルだからかもしれないけど、でその幅の狭いところにスポンとこうピンポイントで来てくれるんで、あ、藤原君がこの役やってくれてよかったって思いましたね。よーい、スタート。で、はい、初共演の大先輩の目には藤原さんはどう映っていたのでしょうか。外はすごく柔らかいんだけど、中はグッとすごいなっていう感じがしましたね。それとやっぱり若い頃から僕は画面で見たりしてるんで、今回会って、あ、すごく大人の達也さんだなっていう雰囲気を感じました、ね。撮影は1ヶ月間続き、クランクアップの日がやってきました。監督や共演者と良いカットを撮り、撮影初日に語った思い、叶えられたようです。映画の後には舞台の仕事が控えていました。気持ちの切り替えが大変そうですが、僕はね、うまいんです、それはもう。あの、映画は映画でこれ一つ区切りがついたので、もうやっぱり演劇に行くときはやっぱり全くまたそのカンパニーが違いますから、やっぱりちゃんとした姿勢を、やっぱりちゃんとした姿勢でこっちに入っていかなきゃいけないと思うので、もうすっきりと入っていきますけど、まさに演じるために生まれてきた男。
藤原竜也さんは1982年3人兄弟の末っ子として生まれました。14歳の時、遊びに来ていた池袋で蜷川幸雄さん演出の舞台新徳丸のオーディションのチラシを渡され応募。藤原竜也くん決まりました、おめでとう。見事グランプリに選ばれるも、舞台のことなどは頭になかったそう。ポパイかなんかのね、雑誌に載れるっていうのも書いてあって、雑誌にちょっと載ってみたいなっていう思いがあって、新徳丸って分かんない、読んだことない、寺山修司知らねえな、蜷川幸雄漢字も読めねえなみたいな、そういう感じだった僕。母さん、しかし厳しいことで知られる蜷川幸雄さんの指導のもと演技に目覚め、ロンドンでの初舞台は絶賛されます。お母さん、当時共演した女優白石加代子さんを舞台直後に訪ねお話を伺いました。まあ、新徳丸の時っていうのも、もう波の才能じゃないなと思って感動していたけども、私の主の仕事があの舞台 だから、そうすると舞台というもののあのどういうのかしらね、時代を担ってくれる一番の人っていうふうに思ってるのね、うん、以来毎年欠かさず舞台に立ち続けています。10代の頃ってもう本当にがむしゃらだった僕。だからすごく逆を返せばね、非常に特殊なというか、なんか他の人は絶対味わえない一つの青春期というものを、あの蜷川さんと共に走ってきたなっていう、唐十郎さんの世界を見たり、三島由紀夫さんの世界を見たり、なんかシェイクスピアの世界で生きていたり、なんか他の人が絶対に経験したことのないような青春期を過ごした。それはまあ今振り返るとね、非常に本当に大変で、今も大変だけれども、あのスタートとしてやっぱ苦しいとこからやらせてもらったっていうのは間違いじゃないかなとは思いますけどね。2002年の舞台エレファントマンでは、映画でも有名な異形の人物をあえて特殊メイクを使わずに演じました。あそこでは太鼓みたいにぶたれた、床は真っ白に磨けドン、鍋をピカピカにしろドンドン、絶対に終わりはない、床はいつも汚い、鍋もいつも曇ってる、どうしたってダメなんだ、何にしてもいつもやられる、ドカンドンドカンドン。また蜷川幸雄さんの舞台に数多く主演、この作品では恋の喜びにあふれる明るいロミオとの演出意図に見事応えました。幸せだ、幸せだ夜、夜だからこれはみんな夢なんだろうか、素晴らしすぎる、感じられてるんだろうか、とても現実とは思えない、ロミオ、ほんの見事だけ、それで本当にお休み。その現場にいる彼を見てると、あまりのストイックさに、果たして自分はここまでね突き詰めていけることができるんだろうかっていう気持ちになるんですよね。これだけ突き詰めて、これだけ命削ってやってなんぼなんだなっていう。この日藤原さんは次に演じる舞台のポスター撮影に臨んでいました。それは蜷川幸雄演出による武蔵、有名な巌流島の決闘から始まる新解釈の物語。去年上演した舞台が話題をさらい、今年ロンドンとニューヨークから正式招待を受け再演が決定。台本は井上ひさしさん、笑いの中に社会風刺を織り交ぜた作品。